意外に役立つのね。これも大人のたしなみよ。そろそろ決めるわ。さあひざまずきなさい。野蛮な連中ね。ちょっと、いい加減にして。いい感じだと思うわ。平気とは言えないわ。頑張りすぎは良くないわね。私の出番ってわけね。リカちゃんは雛見沢御三家の一人なのに、私の研究に進んで協力してくれてとってもありがたいと思っているわ。でも感謝とは別の感情もあるのよ。さとこちゃんの境遇を聞いた時、人ごとのようには思えないものを感じたの。なのにそんな悲惨な過去があっても毎日を笑顔で過ごしている。とてもたくましいと思うわ。雛見沢御三家の一つ、君吉家。君吉村長の孫娘にあたるのが君吉和穂ちゃん。とてもいい子なんだけど、彼女からはこの村、いえこの世界とは何か異なる雰囲気を感じる時があるのよね。自己鍛錬は嫌いじゃないの。頂がようやく見えてきたわ。私でもみんなのお役に立てるかしら。いらっしゃい、ようこそ。ささやかだけど私からのプレゼントよ。そういえばこの前から二郎さんがそわそわしていたわね。ひょっとしてそれ今日のためだったのかしら。一体どこに行くつもりなの。雛見沢にあんなところがあったなんて。私でお役に立てるかしら。あらあら、怒っちゃったのかしら。乱暴者は好きじゃないのよ。目指す場所はどのあたり。目印はないのかしら。どっちに行けばいいの。まあまあといったところかしら。立ちなさい、寝てる場合じゃないのよ。そら、楽しんでね。そこまでよ。それでは参りますよ。おお、そう来なくっちゃ。キリがない感じですね。近道近道っと。ちょっと遅れそうですね。急いで向かいましょう。ちょっと遊びすぎましたかね。この格好で晒し物はかなり痛すぎます。ドカンと、とっておきです。はじけなさい。髪が乱れちゃいました。お一ついかがですか。こういう攻撃はいかがですか。ああ、さすがにやりすぎましたか。少し浮かれすぎましたか。いや、どこ狙ってるんですか。まあ悪くありませんね。騒ぎすぎてちょっと疲れました。おかげですっきりしました。次はこのポーズで決めてあげましょう。どうですか、イケてますか。え、孫にも衣装ですか。なるほどなるほど。今その発言をした人、後で校舎裏に来てください。これでもエンジェルモートのエース、デザート作りは任せてください。って何ですか、ナオさん、その精巧かつ優雅にプロが作ったような飴細工は。あなた本当に小学生ですか。部活メンバーの方々は皆さん個性的な面々ばかりですね。私もその中に加えてもらっていること、実はとてもありがたいと思っているんですよ。なんかちょっと照れくさいですね。これならそれなりに格好がつきますかね。はい、頼りにしてくれて結構ですよ。え、てっきりこの前あなたがお店に忘れ物をしたものだと思って預かってたんですが、違ってましたか。誰かに料理を作ってもらうのって決して悪くない気分なんですが、何でも自分でやってきた私にとってはなんだかくすぐったいんですよ。だから誕生日パーティーの準備、私も手伝って構いませんか。頼りにされちゃうと私弱いんですよ。やっと終わったー。